ソングバードは、黒影の競争馬である。主な勝ち倉は2015年、デルマーデビュータントステークス、シャンデリアステークス、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズ、2016年、サンターニタオークス、コーチングクラブアメリカンオークス、アラバマステークス、コテリオンステークス、2017年、オグデンフィップスハンデキャップ、デラウェアハンデキャップである。2015年に、 デルマー競馬場の未勝利戦でデビューし、2着に6馬進半差をつけて勝利した。その後、デルマーデビュータントステイクスは2着に5馬進1、4差、シャンデリアステイクスは2着に4馬進半差、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズは2着に5馬進3、4差をつけていずれも圧勝し、この年を4戦無敗で終えた。3歳になると、G2 競争と G3 競争を連勝。 続くサンターニタオークスも勝利し、7戦無敗のまま、ケンタッキーオークスの出走を予定していたが、発熱により回避となった。回避後は、G に競争を勝利し、コーチングクラブアメリカンオークス、アラバマステークス、コテリオンステークスと連勝した。これにより11戦無敗となった、ソングバードは、初のコバ相手となる、ブリーダーズカップディスタフに出走。 直線に向いても粘りを見せたが、当時 G1 競争を受賞していた6歳牝馬、ビホルダーに放させり負けて、初の敗戦となった。4歳初戦となったオグデン・フィップスハンデキャップは、約半年ぶりのレースであったが、人気に応えて勝利し、続くデラウェアハンデキャップも勝利した。自走はパーソナルエンスンハンデキャップであったが、直線でフォーエバー・アンブライドルドに、 首逆はされ2着に敗れた。この敗戦後、オーナーのリックポーターから、脚部不安のため引退が決まったことが発表された。ありがとうございます。